ブンブンハローマイホーム、不動産業界のヒカキンこと大津社長です。このチャンネルでは不動産ビジネスについて発信していくチャンネルで、ぜひチャンネル登録お願いします。今回のテーマなんですけども、不動産投資をやっている人はちょっと変な人が多いっていう話をしていきたいなと思います。私ね、ちょっと宣伝とかもさせていただいてるんですけども、オープンチャット、 LINE のオープンチャットをやったりとか、私自身不動産投資のオンラインサロンとかやったりするので、不動産投資をやってる方と関わることも多かったり、私自身もね、元々の経緯として不動産サラリーマンしながら不動産投資家をして、現在大家さんをやりながら不動産屋さんもやってるって経緯もありまして、投資家の方と接する機会が多いということと、私自身不動産投資家です。そういうこともあって、いろんなね、私自身も言われることなんですけども、ちょっと変な人が多いっていうのはよく感じることです。変な人でもね、当然、度合いがあるんですけども、中にはね、ひどい人やとね、ちょっとあまりにもちょっと、不快な言動が多くて、オープンチャットから削除したりとか、サロンからもね、追放したりとか、結構ね、もう絶縁するような方も結構ちょこちょこ出てきてるんですけども、程度はあれね、ちょっと変わった人が多いなと思ってまして、そういった話をさせていただきたいなというふうに思います。まず変わった人が多い理由として、大きく2つの側面があるんじゃないかなと思ったので、その2つの側面について話させていきたいと思います。1つ目。不動産投資を始める理由っていうところでからちょっと始めていきたいと思います。不動産投資を始める方っていうのは、主に、サラリーマンされてる方とかが多くて、これから、副業したいということで、不動産投資をやられる方がすごく多いかなと思います。特に、何億円で借金をして不動産投資をする方も多いと思うんですけども、そこまでのリスクを取って、やろうと思われる方っていうのは、実は、その会社であんまりうまくいっていない、例えばその会社と人間関係がうまくいっていなかったりとか、その会社の中であまり評価されていない、なので不動産投資で一発逆転狙いたい、そういった思いを持っている方がすごく多いんじゃないかなというふうに思ってます。私の周りを見ていると、結構大きい会社に勤めてるんですけども、大きい会社に勤めてるんですが、かなり同期とかに比べると出世が遅れてて、もしかしたら将来早期退職とかに肩叩きがされるかもしれない、そういった方が結構お金はなんかね、人並みよりはもらえてたりはするんですけども、会社でのあまりいい立場ではない、そういった方が多いんではないのかなと思ってます。で、結構厳しい言い方をすると、そういう会社に入ったとしてもあまり評価がされてないってことは、結構人間関係であるとか、仕事上トラブルを抱えてしまったりとかする方があるので、ちょっと言い方悪いけど癖が強めの方であったりとか、割とうまくできない方が多いんではないのかなというふうに思ってます。で、ちなみになんですけども、私ちょっとね、レオアントラとか見た方からたまに言われるんですけど、サラリーマン時代めちゃくちゃ仕事できたでしょみたいなこと言われたことあるんですけども、実はね、そんなこともなくて、結構トラブルたくさん起こしてたりもして、あれですね、サラリーマン時代はすごくなんか ABC みたいな評価つくんですけども、一番下の評価しか取ったことがないというか、ずっと下の評価を取り続けてたので、あんまりサラリーマンとしてはあんまり耐性 しなかったので、そういった方がすごく、私も含めてそういった方が多いのかなというふうに思います。で、2つ目の要因としては、不動産投資に求められている特性の話です。で、不動産投資で結果を出す人というのはリスクを取れる人、決断力がある人っていうことが多いかなというふうに思ってます。で、それいう人って意外な話なんですけども、結構発達障害の方が結構多いという気がしてて、いわゆる ADHD の方とかがすごく多いのかなと思ってて、私もね、診断受けてないんですけどね、いろんな人から多分そうではないかっていうのはね、ずっと言われ続けてるんでね、多分そうなんじゃないかなって気もしてるんですけども、結構そういう人の特性としまして、決断力があると、リスク管理性が低いという特性があるので、スパッと物事を、決められたりとか、結構論理的思考力が高かったりする傾向があったりとかする傾向があります。一方でね、結構周りの空気が読めなかったりとか、言いたいこと言い過ぎてしまったりとかね、
誰とは言わないんですけどね、大物社長に嫌われてるらしいっていうね、YouTuber の不動産系の YouTuber いるらしいんでね、誰とは言いませんけどね、そういう方もいますので、例えばコミュニティ活用されたりとかね、そういう方もいるかもしれませんので、気をつけた方がいいんですけども、そういった方が結構いたりします。私も追放しといて追放されてるっていうパターンなんですけど、そういった形で、そういう方が結構多かったりするんですけども、その発達障害の特性と不動産投資っていうのは相性がすごくいいので、私の周りの結構成功してる大家さんでも、ちょっと、だいぶやばいなってやつは結構いっぱい待ったりします。で、中にはね、今日もね、普通に遅刻してきてるんですけど、ちょっと時間守れない人結構多いんですよね。普通にね、僕はなんとか今朝の時間とかには来るんですけど、ちょっとした約束では基本遅刻かデフォルトみたいな人とかも結構多かったりもしますし、いろいろそういうちょっとね、ガタしなかったりといろいろ問題を抱えてる人がすごく多いんじゃないのかなというふうには思ってるところですね。はい。なのでね、ちょっと変な人が多いっていう話をしたんですけども、こういった理由が重なり合って、不動産投資を始めようと思っている人が、会社員時代でちょっとトラブルを起こしたりあんまうまくいってない人が多いということと、不動産投資で成功する特に決断力と論理的思考力、判断の速さ、リスクテイクといった求められていることと、そういった発達障害特性がマッチしている、そういったことが不動産投資家の中にちょっと変な人が多い、特にね、株式投資も一緒かもしれないですけど、投資家ですね。投資家全般でちょっと変な人っていうか、いわゆる一般社会にいた時にちょっとあの人変わってるよねって言われる人が多いっていうところがあるのかなと思ってます。で、最後になんですけども、あなたがね、もしね、視聴者の方さんで、もし周りの人からちょっと変わってるよねとか、一般の会社員としてあんまり評価されてないって方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。見てる方の中にも。で、そういった方はね、やっぱりね、不動産投資とか、頑張るしかないんじゃないかなと思ってまして、実際そういうちょっと今までちょっと人と合わせることが苦手だったり向いてないことをどんだけ頑張っても、多分成果出ないと思うんですよね。僕も例えば会社員時代すごく上司からもっと頑張れよと言われたんですけども、頑張ってもできないものはできないし、できないものはできないんだったら自分の得意なことを頑張っていく、特に、ね、会社員向いてないんだったら会社員みたいな道で探していく、そういったことが大事なのかなと思ってまして、自分がちょっとね、もしかしたら少し変かもしれへんのし、人とうまくやれへんなっていう人はね、ぜひ不動産投資の世界にね、チャレンジしてみてください。ぜひね、不動産投資興味あるって方は、まずね、オープンチャットやってますのでね、ぜひね、無料のオープンチャットぜひ入ってください。ありがとうございました。